野生の馬が突然男の前に現れ、信じられないことに男の行く手を阻んだ。最初は食べ物を求めているのかと思われたが、馬の次の行動は実にびっくりした。少し前に男は馬に乗って友人と遊びに出かけたが、一頭の馬が猛スピードで彼らに向かって走ってきて、道の真ん中に歩いて自分たちの行く手を阻むとは思わなかった。大声で怖がらせても逃げようとせず、何度か行ったり来たりして、とても不安そうに立ち去ろうとしなかった。野生の馬は人間を非常に恐れているため、異常な状況でなければ決して人間には近づかない。男は馬が何か困っているに違いないと思って、何が起こっているのか確かめるために馬の後ろを追うことにした。馬の後ろを10分ほどついていくと、最終的にある深い森にたどり着いた。生い茂った雑草に囲まれて、乗馬で通り抜けるのは困難であり、男は仕方なく徒歩で後を追っていく。やがて男は密林を抜けて沼地にたどり着く。そして泥沼にはまった哀れな野生の馬を見つけた。この瞬間、男は気づいた。人間に仲間を救わせるために馬が危険にもかかわらず自分の行く手を阻んでいた。男はまず馬にロープをかけ、泥沼から引きずり出そうとしたが、深い泥の中で長くもがいたためあまり力がなく、男は何度も試みたがいずれも失敗に終わった。そこで戦略を変更しなければならない。まずは馬の周りの泥を少しずつ取り除いて、引っ張る力を分散させることができるように、もっと幅の広いロープを使って馬の上半身に巻きつけ、みんなの力を合わせて馬を泥の中から引きずり出そうとした。馬は人々が自分を救おうとしていることを理解しているようで、非常に協力的で懸命に体を前に進めようとした。最終的に馬を泥沼から救い出すことに成功したが、あまりにも長い間閉じ込められていたため、馬はとても弱っており、横たわって休むことしかできなかった。親切な男は大きいタオルまで持ってきてかけてやった。馬は人間のように言葉で感情を表現することはできないが、動物にも互いを思いやる気持ちがあることは確かですね。最後までご視聴ありがとうございました。お気軽にコメントしてください。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。